北広島30キロメートルロードレース2017、いよいよ始まります。今日はあいにくのお天気ですけれども、続々と15キロと30キロの選手がスタートラインに集まってまいりました。今回で5回目を迎えたこの30キロロードレース、道外も含め約1200名のエントリーがありました。エルフィンロードを舞台に3キロ、5キロ、15キロ、30キロと4部門に分かれ、小学生から一般までの年齢別、男女別、親子ペアや障害者の部も合わせて20種目のレースが行われました。雨に濡れるエルフィンロードを30キロメートル部門トップのランナーが快適に飛ばします。コースの各ポイントには給水所が設けられ、北広島市内の高校生や一般のボランティアが協力しました。ここは15キロ30キロコースの給水所の一つ、自転車の駅です。何部ですか？陸上競技部です。それでこれをやってみて、はい、楽しいですか？はい、楽しいです。どんなとこが楽しいですか？なんかランナーを応援するのがすごいやりがいを感じます。一昨年もすごいなんか実際に選手の方と触れ合うことができて、応援するのがすごい楽しくて、で今年は最後なんで参加して、去年出させてもらって、去年もすごい大雨だったんですけど、みんなで協力してやったのが楽しくて、今年も参加させてもらいます。スタートして十数分後には 3km 部門が続々ゴールです。続いて親子ペアも。今日いかがでしたか、走ってみて？結果は6位だったけど楽しかったです。結構早かったですね、6位。いや疲れました。もうついていけなかったです。迷惑かけちゃいました。3キロ走って感想いかがでした？練習の時よりも早く走れたから良かったです。お父さんと一緒に走ってどうでした？楽しかった。楽しかった。たくさん高校生とか応援してくれて嬉しかったです。はい、はい、お子さんの走りはいかがでしたか？上出来だと思います。3km と 5km 部門の後も、 15km と 30km 部門のレースはまだまだ続きます。上下に赤のラインがついたゼッケンが30キロランナー、水色のゼッケンが15キロランナーです。アメマジーの沿道でも熱い応援の声があります。頑張ってください。頑張ってください。たーちゃん頑張れ。性別や年齢を超え、ひたすら自らの目標に向かって走るランナー。 30km 部門の選手はさらにもう一周となります。スタートから1時間ほどで 15km 部門がゴールを迎えます。いよいよ北広島ロードレースも佳境を迎えました。ついに 30km 部門トップのランナーがやってきました。優勝おめでとうございます。 ありがとうございます。ご感想はどうでしょうか？いや雨だったんですけど、でもいつもエルフィンロードとか走ってるんで、すごい楽しく走ることができました。去年も雨降ってたんですけど、去年よりは気温が高くて風も少なかったんで走りやすかったと思います。1位になれそうだって感じましたか？いやでも最後の折り返しの時に女性の人見えなかったんで、今年はいけるかもって思いました。今回からペースメーカーが取り入れられました。じゃあここに書いている時間通りに走ったということです。どうでしたかね？ぴったりでしたね。ぴったりでしたか？引っ張ってくださってすごく上手に声かけてくださって楽しく走れました。ペースで走るということは非常に難しい。どうしても速い人は
ペースが速くなってしまう。遅く走ると非常に疲れるんですよ。100位ですか。まあスタッフの人はね、その思いをかけてくれて励みになりました。本当走りやすいコースで良かったですよ。皆さんお疲れ様でした。全国にだんだん知れ渡ってきているロードレースになってるんじゃないですか。そうですね、6月9日時期北海道っていうのは爽やかな感じがしますので、まあ、爽やかな北海道で、そして緑大きいエルフィンロードを活用したマラソンということで大変好評いただいている大会です、はい、これからも長く続けていただきたいと思います。ありがとうございます。